空気膜造形、スノーマン空気膜造形とは、エア造形とも呼び、空気で膨らませて、形状を維持する造形である。主に、巨大なキャラクターモニュメントに用いられる造形手法。材質は薄くて柔らかく機密性の高い布地や、ビニールなどが使われる。造形を成立させる原理は、膜材質で、立体状に形成された内部が、空洞の構造物に、 空気などの気体を充填して内部の気圧を外気圧よりわずかに高めて表面の膜材質を張り詰め内部に骨組みやフレーム等の支えなしで大きなサイズの立体形状を気圧差のみで構成および維持するといった空気膜構造内部の気圧を維持する方法として常時送風式と密閉式がある東京ドームに代表されるエアドーム 子供が飛び跳ねて遊べる、エア遊具などは常時送風式であり、風船、浮き輪アドバルーンなどは密閉式である。空気膜造形は内部機体の供給手段の有無で以下の2種類に分類する。空気を常時連続して膜体内部に送り込み、膜体全体に空気を充満させ、かつ膜体内部の気圧を外部の大気圧より高め、表面の膜体被膜を張り詰めて、 形状を保持させる仕様。材質は、機密性の高い布地などで、大きなサイズになるほど厚い材質が使用できる。表面材質の接合方法は主に、業務用ミシンによる縫製であり、高周波による溶着は、布地同士の引っ張り強度は、C が上下の引っ張りは強くないので、空気膜造形には不向きである。空気や、 ヘリウムガスなどの気体を表面が膨張するまで充填して、その後、機体の供給口に線をして気体が外部に漏れ出さないようにして立体形状を維持する仕様。風船、浮きはアドバルーンなどが密閉式の例である。膜材質及び膜材質の接合面が内部に充填された機体の分子を遮断できない限り、内部の気体は時間の経過とともに外部に漏れ出す。 材質は立体成形手段を呼び、接合方法の関係からゴム薄い、ビニールなどが用いられる。空気膜造形は気圧の差で形状が成立する。そして内気圧は物質の体積に正比例する。よってサイズが大きくなると内気圧が増大して表面に加わる圧力が高くなるので、サイズに見合った表面材質及び、 接続方法、使用が必要である。密閉式の場合、サイズが小型であれば、継ぎ目がない一体成形が可能であるが、大きなサイズ、またはシンプルではない形状の場合、表面材質に継ぎ目がたくさんできる。内部圧力が表面全体にかかり、継ぎ目など弱い部分に圧力がかかることにより、表面に断裂が発生する。 可能性が高く、しぼんでしまい、長期間にわたって、形状を維持できないことが多い。しかし、常時送風式の場合は、表面材質も、さることながら、空気の供給口が閉じていない、形状なので、内部圧力が増大すると供給口から空気が、押し戻される。こうして、常時送風式の空気膜造形は、空気の供給が続く限り、内気圧が、 外気圧よりも若干高いまま絶妙なバランスを保ち、当初のままの形状を維持できる。ありがとうございます。